今は、大阪府大阪市北区梅田のダイヤモンド地区に、所在する、商業ビル。入居しているシネコン、梅田ブルク7や、その前身である、梅田東映会館についても、本記事で記述する。地下2階から地上4階までのファッションフロア、5階と6階が、レストラン街で、7階から13階は7スクリーンを、持つシネコン、梅田ブルク7が入っている、ファッションビル。 ザイマックスグループが地下2階から6階までのファッションフロア、レストランフロア部分を区分所有し、7階から14階の映画館、オフィスフロアは東映が区分所有し、それぞれを管理、運営する形で開業した。地下2階から地上6階までは2008年にザイマックスグループから三菱商事へ売却された。2015年3月には高議リースに譲渡。 2015年12月にドリーム、プライベートリート投資法人に譲渡、2018年10月には、白馬キャピタル5特定目的会社に譲渡された。2017年11月より、阪神電気鉄道参加の大阪ダイヤモンド地下街が、ファッション、レストランフロアの運営を受託し、地下街、ディアモール大阪との合同キャンペーンや、阪急阪神東方グループの共通ポイントカード、 半急半神お出かけカードの導入などの施策が取られている。東映グループのティジョイが運営しているシネマコンプレックス。当初は小畜グループの小畜マルチプレックスシアターズとの共同運営であったが、現在はティジョイの単独運営。同ビルの7階から13階までに所在している。 梅田東映会館の後継映画館として EMA の開業から3日後の2002年4月27日に開館した。全7スクリーンがデジタル上映に対応しており、総座席数は1390席車椅子16席。主に東映の作品や小畜の洋画作品を上映するが、稀に東方洋画系作品も上映することがある。近隣には東方シネマズ、 梅田や大阪ステーションシティシネマといったシネコンも所在する。2019年6月28日に国内3館目、関西では初となるドルビーチネマがシアター1に導入された。いずれもディアモール大阪経由で直結。大阪府大阪市北区曽根崎新地に存在し、大阪北地区における東映系映画館のチェーンマスターとして知られた。 大阪駅前第3ビルから南へ、梅田新道交差点をくぐる、地下道を経て、階段を上がった先に立っており、梅田東映、東映パラス、東映ホールから構成されるビルには、その他にも飲食店や東映直営のアニメショップなどの隠し店舗が入居していた。媒体によっては、大阪東映会館とも表記されている。年月日には年の、 歴史に幕を下ろし、直営館からシネコンへという投影の戦略に沿って閉館した。2003年12月3日には解体中に4階部分の床が抜け、地下1階部分へパワーショベルごと運転士が落下して死亡する事故が発生した。2010年には土地に地上20階、地下1階の商業ビル、御堂筋、フロントタワーが建てられたが、 まもなく、関係各社間で問題が発生したために、テナントが入居せず、無人ビルと化した。その後、2018年10月3日には、アメリカの不動産投資顧問会社、ラサールインベストメントマネージメントに購入され、2019年6月3日には、ワワークが一棟ごと借り上げる形で、シェアオフィスを開設した。なお、 映画監督の中島貞ダが後年に10回したところによれば、極道の女たち決着の当時に挨拶で訪れたことがあるという、ありがとうございます。